多分ひどんなんだ。あ、それっす。いや、もう心配かけて。ランナーに心配来て。倒れたって聞いたんです。いや、僕もひどんなさんに連絡取ろうと思って、海宝とワンタロウと。はい。そうそう。私なんかワンタロウ君から連絡になったんですよ。ああ、そう、ワンタロウに連絡してくれって言ったんですよ。すいません。でもなんか、いないんで多分病院運ばれたのかな。いや、急、いないですか。いないです。鍵は普通開いてるみたいなんですけど、閉まってるんですよね。閉まってる。僕はひどんなさんがひどんなさん。あ、配信中ですか。そうなんですよ。どうし、あ、なんかガチャって言いますでしょ。うん、いましたっけ。ひどんなさん、心配してきてるよ、今。いやいや、配信外なんです、うん。すいません、中西ま優しいよな。いないね。ね、なんか急、あ、ちょっと実際行きます、一旦。運ばれたのかな。いや、運ばれたんじゃなくて、いや、なんか満喫王の話なんですけど、中西マンとめちゃめちゃ仲いいリスナーさんがいて、でなんかその救急隊から安否は取れてますっていうことは連絡は来てるみたいなんですけど、鍵開いてないって。でもそれなんでどういう風に開けたんだろう。おお。どうしよう。おはよう。どうす。今落として。落として。あ、中西マン。中西マン。あ、中西マン。中西マン。ね。違う。あ、じゃあ行ってあげてもらっていいですか。これ違う。今ガチャって言いますよね。いや、取れたっていう話なんですけどね、管理会社わかんない。向こうの配信どうなってんの、ね、向こうの配信どうなってるか状況教えて。あ、中西も配信してるんですか。そうなんですよ、配信垂れ流しで。マッチですか。いや、違います、あのキャスです。変わらずなんか音ミュート状態で、定点垂れ流しで、でお腹が痛いって言って開始10分で胃が痛いっつって、でトイレに行って1時間以上帰ってこなくて、でリスナーさん心配していろんな人に、警察に垂れ流し見ると、外で話すか、スマホ停電ね、ここ危ないんで気をつけてください。いや、盲腸かどうかは分からん。お、なんかあったかいの飲みます。何飲みます。あ、いや大丈夫ですよ、全然。いや、多分寒いんで。コーヒーとお茶どっちがいいですか。じゃあ私コーヒーだ。またがんって言いましたよ ね、 コーヒー、ね、何コーヒーがいいですか。あ、じゃあ私ブラックいただきます。ブラックで。すいません、はい、ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。多かったでしょ。いや、新宿でしたね。はい、いただきます。すいません。あ、とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。すいません。大完熟ぶりですよね。ね、本当ですね、ありがとうございました。あの時お世話になりました。こちらこそ本当に、はい、すいません、ありがとうございます。お、カオスお疲れ。俺もじゃあ同じブラックに。どうしよう、近いんですか。あの病院ですか。病院とか分かんないですもんね。でもどこに運ばれたかも、どこに運ばれたかって何か分からないんですか。あの運ばれ救急隊に行けば分かるんじゃないですか。救急隊どうしよう。救急、うん、私は電話して聞けばいいですかね。救急隊、いや運ばれたか。満喫をいる、この中に満喫をいる、コメント欄いるかな。何分ぐらい前に着いたんですか、ひどんなさん。私何分、私でももう10分とか、はい、10分20分ぐらい前ですよ。でももう本当に同じようなタイミングで、
ていうか、なんでひどんなさんが来たってコメント欄で分かったの？電話来て問題ないですって残りました。な、あの、私ね、エルピ君の枠だったんですよ。はい、ああ。はいはい。いや、なんかコメント欄にひどんなさん来たってタクシーの中で書いてあって、エスパーがいるのか。いやいやいや。満喫を、どうなんだろう。朝から症状悪いって言ってたんだ、逆流性食道炎。じゃあトイレこもってんのかもしんねえな。救急隊から電話が来て、なんか問題のある人がありましたって、なんかリスナーさんからなんか DM 来ましたね。救急隊に僕、通報はしてるんですよ。そしたら救急隊の人は、あの、もう通報何件も来てるから、通報いらないですよって言われて。で、ここの住所なんで、救急隊は絶対来てるんですよ。で、なんか、他の配信者からまた聞きで聞いたのが、救急隊から連絡が来て、あの、安否確認は取れてます。どういうか。だから多分部屋の中にこもってヘラってるんじゃないかって。頭割ったの知ってます？知らないです。なんか彼女と喧嘩したらしくて、おとといに。ハサミで頭切ったらしくて。彼女に聞いた方がいいんですかね、ま、うん。安否取れた人は寝てるみたいだから僕も心配。なんかここ結構音響きますね。音響きますね。その作りなのかしら。あ、入った。さっきも LINE 電話したんですけどね、救急に電話したけど安否も教えられないと言われてる。どうしよう。どうすっか。それはなんで安否言えないんだろう。おかしいな。別だね。違います。なんで安否言えないんだろう。安否言えないってどういうことだよな。なんで言えないんだろうね。その近所濃厚かも。葛西濃厚ではないのか。どうすればいいんだろうな。親戚って言って病院行くんですかね。はい、親戚って言って病院行くじゃないですかね。名前多分教えてくれるとは思うんですけどね。この辺の近くだと、なんだろう、葛西なんとか医大病院が濃厚で。検索するのが早いですよね。アメリカ人一回なんかこう、はい、あの知るって言って、あのなんか知ってます？知らないです。なんか自殺するとか言って。はい。いびきが聞こえた？今映ったって。いるんじゃねえかよ。ふざけんなよ。あ、今映ったら、ね、だからやっぱ先の音なんすかね。いや、まだもう中西島の中にじゃいるんだわ。いるの？あ、そう。あ、いた？嘘。いるのね。オッケー、オッケー。起きてんのか。あ、よかった。大丈夫？大丈夫？もうすごい心配、みんな心配してるよ。本当によかった。アマドさん、あ、すいません。大丈夫、みんな心配してたよ。リスナーさんに今言って。今携帯持ってて。本当、枠はどうしたの結局今。今枠空いてる状態かな。もうすごいびっくりしちゃった。上がってもいい？はい。あ、どうぞ。あ、じゃあ失礼します。お邪魔します。もうすごいびっくりしたよ。頭な、何それ、なんか トイレ倒れてたの。救急隊は来たの結局。救急隊来て、そのまままた俺もういいですって言って、びっくりしたよ。そのままちょっと電話だけちょっとすいません。もしもし、あ、どうぞどうぞ。あ、僕ここでいいですよ、ここで。え、いいそんなだからちょっと一回切るわ、ごめん。あ、ちょっと待って、ね、今彼女から電話しでしょうね。心配してんじゃないの彼女。まあよかったな、無事だったよ。いや、じゃあ繋げとく、配信繋げとくから。前に部屋切るでびっくりした。あ、電話繋げとくか、ごめん。ちょっと配信もいや、俺今端末一つしかないからさ、それができないんだよ。分かった。大丈夫よ、中西も。何、胃が痛かったの？めちゃくちゃ胃が痛くて。うん。なんか昨日から結構胃が痛くて、うん、で配信中にこうやって配信やってたんですけど、おしっこしたの中西も。おしっこしたの、冷たいの。おしっこしたの、冷たいの。おしっこしたの、湿気。なんか湿気ますね。はい。
くるくるしてる。すいませんでした、お騒がせしまして。大丈夫？私初めてお邪魔させてもらった。あ、そうですよね。うん。すいません。なんか今和道さん、和道さんと、うん、和道さんが初対面なんですけど、うん、お気分な。どうもでっかいね、私。でっかいですね。そうそうそう、でっかいね。本当禁煙？あ、いいですよ。いいですって。いいです、はい。うん、なんかまずね、ワンタロ君から電話来たの。あ、ワンタロから来たって言って。6時ぐらいに、あ、村田さんお疲れ様です、ね、みんな心配してるよ、中島めっちゃ、うん、なんかそれなんか危険やだし、でみんなに聞いたんだけど誰もなんか電話番号わからないとか言って、うん、電話番号ね、あの部屋番号もなんかわからないとか言って、部屋番号がね、うん、で満喫をここに DM したら、はい、教えてくれて、中島放送ミュートだって、何年やってんだって言われてるよ、ミュートして、いや今してない、してない、うん、ミュートしてない、ミュートしてない、ミュートしてるでしょ、通話つながってるからかな、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、もしもし、ごめん、通話つながってたらちょっと配信できないんだわ、ミュートで、ちょっとまたかけ直していい、ちょっとかけ直すわ、ちょっとかけ、うん、じゃあどうしようかな、じゃあ和道さんの枠に誘導する、じゃあ これまたかけられる、あ、和道さんの中西マンがすみません、すればいいのに、いいよ、俺はみんな中西マンさん、俺は大丈夫っすよ、あ、これでいい、これいいか、和道さん真ん中に、いいの俺は、うん、私別にそんな話しない、じゃあ和道さんの枠行くわ、で和道さんの行くの説明するから、和道さんちょっと座って、あ、いいよ、ほんと大丈夫、俺の枠で説明するから、私別に今日枠あれなしてないから、よかった、すぐかけますから、うん、横に見てる、ここに、うん、はい、ちょっと待ってください、すいません、ね、あ、ごめんなさいね、ちょっとミュート状態になってて、人サーカスの完成間違いな、それは、今和道さんの枠、和道さんの枠、いや、俺の方切ればいいじゃん、俺切るわ、じゃあ中西マンの枠に集合でいいんじゃないの、ちょっとね、あ、彼女と話すわ、彼女電話つなげときたいって、こっち繋いでおくよ、じゃあ、はい、すいません、すいません、バカの心配してありがとうございます、和道さんの枠でお願いします、あの、ひらがなで和道監督、ひらがなで和道監督です、あ、和道、和道、和道、ひらがなで和道で漢字で監督、そう、ひらがなで和道漢字で監督なんでお願いします、ツイキャスです、ツイキャスです、お願いします、すいません本当に、ちょっとかけしました、4時間ぐらいぶっ倒れてたの、4時間3時間ぐらいかな、みんな心配してるよ、万太郎も万吉さんも、めっちゃくちゃ心配してますね、ちょっと彼女、あ、俺、あの、うん、大丈夫、和道さんのとこなんで、うん、あ、あの、和道さんのとこで今やってる、うん、ごめんなさいね、彼女は睡眠2時間で寝ちゃってたんで、ごめんなさい、本当に。今かかってきて。で、起きて電話してくれた。うん、あ、きつおね、そういうことじゃないんで、俺がちょっと勝手にぶっ倒れてたから、ごめんね。そう。これ、灰皿でいいのか。あ、それ灰皿で。うん、適当にやってください。ごめんなさい、本当申し訳ない、ありませんでした、なんか、ちょっとトイレでぶっ倒れちゃって、カウターつけます、もうつけたもう今つけた人探しは間違いないわ、何なの、西君減らってたの、いや減らってたっていうか、トイレでねちょっと吐いて倒れてたんだよね、うん、体調悪くて、うん、酒は飲んでないでしょ、今日酒飲んでないんですよ、うん、っていうか2日飲んでない、2日目みんな心配してたよ、すいません、本当すいません、申し訳なかった、和道くんにタクシー代払え、いい、うん、9070円したんです、新宿だからね、あ、そうだ、あ、いいよいいよ、9070円だ、たださ、やっぱまあ言いたいのもしょうがないんだけどさ、リスナーさんがさやっぱ心配すっからさ、うん、うん、
ロハコさんとかさ、いろいろあるじゃん。ロハコさん。亡くなったりさ、はい、みんなさ、敏感なんだよ。うん、中西マンのこと好きなわけじゃん。うん、そうそう、自分のリスナー大事にしないと。うん。うん、そう、そう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 。さっつきごめんね、悪かった、本当に、うん、やっぱりさ、ほら、あ、分かるよ、体調分かるし、ヒロンノさんも俺も配信ね、うん、長いから、うん、減らる時もあるしさ、胃が痛い時もあるしさ、うん、そうそう、でもミュートしてさ、定点でやっぱあれだったらさ、うん、みんなさ、心配なんだよ、うんあ、で、あの電話、うん、ちょ、うん、喋ってないから。救急車来たって。救急隊一回来て、そのまま俺玄関とか、そこで、あのトイレで、また引っ込まって。大丈夫ですよ。大丈夫。うん、ありがとうございます。すいません。ちょっと待って、キツオちょっと待ってな。キツオちょっと待ってな。うん。キツオもすげえ、なんかいろんな人に連絡取ってくれてさ。うん、ありがとう、キツオありがとう、ね。キツオとかワンタロウとかエルピー、あと、カイホ。うん、で俺ヒドンナさんの LINE 知らなかったから、うん、そうそう、あのワンタロウとかにヒドンナさんに連絡してって言って住所調べたくてさ、うん、ちょっとお二方寒いっすね。あ、いいよいいよ、大丈夫だよ全然。寝てたね。でましてやほら減らってるって聞いたから、なんか2日前頭割ったんでしょ。これ頭なんかすごいな、うん、頭ちょっと待って、ハサミで切ったんだ。なんでそんなことしたんだよ、中西も。これで、これで。なんでそんなことするの？なんとなくやっちゃったんだ。なんとなくしたの？なんとなく。ねえ、本当そうだよ。村野さんもすげえコメントで心配してたよ。あの、村野ひかるさん。ああ、村野ひかるさん、はい。うん、村野さんにも。ちゃんとお礼言った方がいいよ、うん、ありがとうございます、本当にすいません、お騒がせしました、本当、うん、ありがとうございます、うん、そう、海宝様ね、海宝はね、うち2回来たことあるんで住所わかんねえって言ってたよ、使えねえよな、あいつ。あ、そっか、あ、住所はわかんないんか、うん、海宝結構家も遠いんですよね、うん、埼玉の方だっけ、すいません、本当に。え、何今回のその、あの、ハサミのやつであれ、その、切っちゃったでしょ、あの、結構ね。ええ。それなのに、流血版って10日半なの？え、1週間。ふわっち。ふわっち。それでキャスやってたんだ。そう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 。なんか最近見ないなと思ってた。うん、そう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 。1週間版。それまずいよね。うん、長時間ね、そう、きつそうね。うん、すいませんでした、本当、心配、ご心配おかけいたしまして。申し訳なありませんでした。説明しなだって、ワンタロウ。説明は、俺今日配信やってて、最初の30分ぐらいでかな、30分ぐらいで、まあ、もともと今日ちょっとすげえ胃が痛かったんですよね。お腹が痛くて。で、トイレ行って、ずっと引きこもってて、そのまま、まあまあ、まあ、失神まで行ってないですけど、落ちちゃって、ほんで一回警察じゃねえや、救急隊員がね、来てくれたんですけれども、どなたかが呼んでくれて、まあ、そこは対応したんです。何回かピンポンがあって、うん、でもまあ、乗らなくて大丈夫ですと。救急車乗らなくて大丈夫ですと。うん、で、そのまままたトイレにこもって、今に至ります。はい。で、和道さんと、ひどんなが来てくれて、まあ、今に至るという。うん、あ、減らってトイレ行ったわけじゃないんだよ。もともと胃が痛かったんだよね。いやいやいや、そんなんじゃないよ。そんなんじゃない。胃が痛かったの、本当に。よく普通に話せるような、まあ普通にというか、普通に。うん、彼女とは電話して、救急隊を動かせるのに、リスナーに説明。彼女とは電話じゃないよ。いや、電話出てなかったよ、さっきは。してないよ。電話、着信履歴見たらめっちゃあったけど、うん、そう、彼女はね、あれなんだよ、2時間睡眠しかしなかっただから寝てたんだよ。うん、そうだね、税金な。あ、ミュートの意味、ミュートの意味は電話が急にかかってきて、そんですぐ切った、うん、で、今和道さんの枠でやらせてもらってる。自分のことね、うん、
すいませんでした、本当に申し訳ありませんでした、本当申し訳ない申し訳ありませんでした、本当彼女云々ではない、ずっと彼女と電話してたんだ、してないって、だから俺今 iPad もないし端末1個しかないからできないよ、端末1個しかないんだから携帯しかないもん、うん、そうだよ、端末1個しかないからできないよ、これからの指針は、うん、そのそうね、そうね、ワンタロその通りだわ、胃の原因はね、ちょっと分かんないんだよな、最近ちょっと痛かったから、ストレスでしょストレスなんですかね、ストレスかな、ありがとう、あかねさんありがとう、殺意しかない、ごめんなさい、本当に、いや、もちろんそれは感謝してる、明日病院行こうかね、うん、泣かれたら飛びるとか何なんだ、うん、素人判断よくない、うん、病院には一回行こうね、うん、いや来るまで待ってない、あの ピンポンで、あの出たんです、配信者じゃん、はい、リスナー一番に優先しないと、はい、腹立つ、ごめんなさい、 N ちゃん、ヤクルセ食道炎からの入り口通話よくある話やで舞台し、ヤクルセ食道炎もめっちゃあるんだよな、ワドさん、ヒーちゃんにちゃんと俺きっちり謝らなきゃ、うん、あとあのまた配信の後でもちゃんと、うん、言うんで、何が彼女一番だよ、救急隊に対してはワドさんにはイルス対応して、ワドさん、イルスじゃなくて、あのピンポンどんぐらいいただきました、あ、いや、ひとのさんが先にもう20分前についてて、ね、話したんだよね、寝てたんじゃないの、彼氏は、まあ、あのトイレ行ってましたね、トイレで寝てたというか、落ちたんでしょ、ちょっと落ちてて、でもピンポン分かった感じだね、うん、分かったね、ピンポン、あ、分かったっていうか、うん、そうっすね、反応ないからびっくりしたよ、最低かな、うん、ガチでお前疲れる、ごめんね、左の痩せ目がね、このままじゃもう中西全部説明しろ、このままじゃ誰も理解してくれない、うん、まあ今がこれ説明だ、本当に彼女大切なの分かるけど、配信中はリスナー大切にしないと、ミュートは大事、うん、ミュートね、ミュートちょっとゲロが出るからちょっとミュートしてたのよ、ごめんなさい、あの結構トイレ近くて聞こえちゃうから、由々しきことです、ほら、あんまり痛くないけど君には誠意がない、うん、なんか最近中西も元気ないよね、そうっすね、うん、なんかあったの、なんかなんかあったのって、あんまなんか追求したくないけど、ひどんなさんのことをオカマって言うな、この野郎、オカマじゃない、オカマじゃないよ、ね、ひどんなさんだよ、いや、オカマです、ゲイです、ゲイ、オカマじゃなくてゲイ、ゲイ、ゲイひどんなさんゲイなの、私ね、ゲイですね、女装家ではないの、女装家のゲイですね、女装家のゲイなんだ。あのどういう男性がタイプなの？でも全然普通に配信者でいうと。配信者ですか？うん、私別にワドさんでも全然タイプです。どうですか？え、何点ぐらいなんですか？ひどんなさん的に見た目何点？あ、ルリ分かってる。ルリ分かってる。はい、うん、え、結構でも高いんじゃないですか？な、何点？百点満点中。大きくない。じゃあ70点がタコれるライン。
で100点が理想の男子、で40点以下はやれないっていうラインで、柴田さんじゃ80点高いな、彼女が生まれてる、彼女が生まれてる、いやいやちょっと待って高得点続きだっゲイ受けいいんすよ昔から。でしょうね、はい、えなんでなんですかね、なんだろう、でしょうねか分かんない、ね、なんでなんだろう、まあ、ちなみに初対面でヒドンナさんとあのディープキスしてるからそうね、青壁の前でドハコさんとねキスしたやつ見たんだけどね、うん、いいなと思ったんだよねそうそうそう、あドハコさんってゲイなんだと思って、いや俺ゲイじゃないよのんけだよ、そうそう昔からなんだよな病院行く、いや病院行った方がいいかもね、いや精神的なもんでしょ、そうなんすかね、じゃないの、いつがね最近あったんで、ほんとね、あと胸が痛いですよね、胸が、メンタルでしょ、メンタルかな、気合入れろよ、なんで最近減らってんの、まあ、いろいろあったりしたんで、なんか靖国神社でなんだっけなんだっけ、なんかコメントで書いてあったんだけど、靖国神社、なんか靖国神社で iPad 壊したとか、なんか俺もよくわかんないんだけど、よくわからない、靖国神社で iPad 壊したことではない、どういうこと、 iPad は昨日か昨日、一昨日分裂って壊しちゃったんで配信中、なんでよ、なんかイライラして、何、かイライラして、このなんかその何かを喋るのが配信者だろ、いやまああの何があったかな、何かもう常になんかイライラしちゃってて、何か最近何のことで、何のこと、何のことだったかな、まあいろいろね、何だろう、いろいろ重なったって感じかな、言ったらそれまずいことなの、いやまずくない、いろいろ重なって、何だろう、何でだろう、だから自分への不甲斐なさとかなんかいろいろ、ね、そういうのをさやっぱリスナーは知りたいわけじゃん、本音、まあその彼女のこともそうだし、そしてそれだけでもなくなんかいろいろなんか重なってね、そのコメントとかに重なって、仕事、仕事はあのあれだけど、あの配信のこと、配信のこともそうだし、ひどんなさんいるんだし相談乗ればいいじゃん今せっかくなんだから、なんだろう、閲覧が少ないとかうまくいかないってこと、それもあるかな、閲覧のことに悩んでんの、まあ一概に閲覧のことっていうか、彼女と電話してないよ、全員悩んでるよそれね、彼女と電話してないよ、そうそうそう、ね、俺なんか60とかだしツイキャス10とかだよ、ツイキャス10なわけないでしょ、えツイキャス10とかだよ、そうだ俺、そう、だしふわっちも最近60とかだよ、100切り始めたもん、2年間100切らなかったけど、ひどんなさん最近調子絶好調だよ、私全然400とか600とか叩き出してる、いやいやいや全然だ、全く1000人の壁なかなか難しい、1000人はねふわっちは1000人厳しい、難しいですね、まあ、ワンタロウなんかいつも3ぐらいしかいないもんね、そんなことはない、そんな、いや知らないと思う、ワンタロウ調子、ワンタロウのイメージ俺3とかなんだけど、ツイキャス結構多い、あツイキャス行ったんだ、ワンタロウ、ツイキャスの、ね、配信者ね、大成功してる、え、ワンタロウ閲覧どれくらいあるの今、もうふわっちで見てないから分かんないけど、ツイキャス、ツイキャス前なんか100人とかいたの、マジで、なんでなんか1000人いったよね、え、なんで、そうそうそう、え、ワンタロウって今そんな人気あんの、つけてはないんだけどな、全然かっこ悪いよこんなの、ステファンもありがとう、お、ステファンだ、お仕置き、お仕置きとかまだちょっとね芋戻らんもんで、どんなお仕置きするの、バリカンでもする
リスナーに説明一応させてもらったんだけれども、そういう状況っていうのは。でもタクシー代は変わらないといけない時なんじゃないの。そう今ね、うん、でもここで、うん、このタイミングで変われなかったらダメだと思うよ俺、うんうん、あのなんだろう、偉そうなこと言うつもりないけど、うん、俺も苦しいし、うん、だけどあのなんだろう、ピンチとか壁が出たりさ、苦しい時にやっぱみんな変わってるから、うん、でやっぱリスナーさんと向き合わないとダメだよ、うんうん、だってさ、みんなが言ってるのってさ、うん、中西マンが憎くて言ってるんじゃないじゃん、うんうん、中西マンがそのなんだろう、なんていうの、心配だからじゃん、うんうん、でなんだろう、なんつうのかな、でまあまあ野獣馬の人もいるけど、うん、知ってもらうチャンスだし、うんうん、あの多分自枠これもうちょいしたら枠閉じるけどさ、うん、多分ドカッとくると思うの。向き合った方がいいよリスナーさんと、うんうん、一回自分の気持ち言ったらいい、ね、うん、全部さらけ出した方がいいよ、うん、あの俺も気持ちわかんのよ、うん、俺も胃が痛くなるし倒れたこと何回もあるし、うん、うまくいかないし、だけどあの助けてくれんのリスナーさんだよいつも、うんうん、であの配信者はもう人生全部ネタだから、うん、さらけ出した方がいいよ、苦しいなら苦しい、うん、辛いなら辛いって、うん、今なんかそう隠してる感じしますよね。いや隠してないよ、だからプライ高いんだよ。あそう、あ多分俺初対面だとだから分かんないけど、私はもう中西も付き合ってるけど、そうプライドがあるんだよ芸人だから、芸人のない、そう俺は面白いんだって、そうそうそう、うん、あるんだよ、俺はペラできるんだって、うん、あでもペラはうまいです、めちゃめちゃ中西もやっぱり喋り上手だよね。ここもね傷があるじゃないですか、うん、こういうのもやってしまったのもね、なんか情けなくてね、俺もしかも人前でね iPad ぶっ壊したり最近めちゃくちゃだったんで、最近そういうことをやらかしちゃってるんで、しかも 酒も飲まずにやってるんで、そういうことを酒飲んで荒れることはよくあるんですけど、うんうん、恋愛の件で何でも、うん、まあそれもあるし、それだけじゃない、うん、あと何なんだろう、もう自分の人生じゃないですかね、もう40歳にもなるし、和田さん、うん、おっさんじゃん、おっさん今年40、今年40、うん、え和田さん いくつなの、33、若いな、まだ若いな、うん、40になるし、まあ、なんとなくねふわっちでやったりバイトしたりしてるけれども、今後どうしようかなとか思ったり。芸人なんねんやつさん、どこ所属してん。所属はね、まあ、あの何件か所属してて、うん、まあソニー行ったこともあるし、はいはいはい、うん、あとはまあ無名の事務所とか、うんうん、あるし、うんうん、なんで芸人辞めて配信者やったの。はい、芸人やりながら配信はもともとやってて、うん、ツイキャスで、うんうん、で芸人辞めてからちょっとふわっち、あ、そうなんだ、あの本気でやり、本気でっていうか、うん、ちょくちょくファッチマンしてたけど、うん、やりだして、うん、またどっかにあるんだろうねと思う、その目立ちたい願望とか、うん、人の前に出たい願望っていうのが、配信やってんだから、ね、全員そうだよ、うん、どっかにあるんだろうなと思って、うん、そう、でもそれがしんどいこともすごいあって、和道さんとか、もうどうなんですか、配信やってて、毎日やってるじゃないですか、うん、どうですか。しんどいこととかあります。逆にしんどくなかった日がないでもなんか平然とやってるじゃないですか、ずっと平然とやってないよ全然。血便た、去年なんか吐血何回もするし、血便垂らしながらやってるもん。血便はやばいでしょ。やばいよ本当に。それこそ病院行ってんすか。行かない、保険証ないもん俺。保険証ないの。だから払う金がねえんだから。保険証ダメなんですか。え、保険証ダメなんですか。発行できないんですか。そう、税金払ってないから。あ、そうなんですか。そうそうそう、だから今年の目標俺保険証手に入れることそれ言っていいんですか。税金払ってない。俺全然言ってるもん去年税金払ってないから今年も払うよっつって、脱税じゃないですか。そうだよ、脱税やろうって叩かれてるもん。確定申告これ言ってまた脱税脱税って、脱税脱税ってくる、通報するわって。でも本当通報されたらやばいですか。別にやばくないよ。やばくないよ、だって払う金ねえんだから。ああ、なるほど。今年の目標は保険証手に入れる、手に入れる、で病院に通える
男になる、うん、ワンランク上の窓、うん、すげえな、かっこいいな、それはそれでかっこいいな、ほんと、うん、イヤホンくるくる、うん、そう、毎日そんなしんどいな、みんなプレッシャーですよ、ね、もう最近もう配信ボタンを押すのも、あの、もともと俺配信ボタンなかなか押せないですよ、うん、配信やる2時間前にツイッターでバーって言って、うん、そう2時間プレッシャー高いの、めちゃくちゃかかる、そうな、そんな感じしないんだけども、うん、最近特にね、うん、最近はそう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 、で2時間ぐらいかかっちゃうんで、うん、2時間もかかるの、2時間枠つけるのに、うん、めちゃめちゃ作り込むタイプだからじゃないの、うん、何話そうとか、そう、うん、めちゃくちゃ、うん、そう考えて、一応考えて、うん、出だしがちょっと分からなくなる時あるよね、うん、どんなさんでもネタ作り込むタイプでしょ、いやいや、そんなことないです、私適当に企画しっかりやるタイプ、適当ですよ、結構私行き当たりばったりみたいな、そう、いやでもそんな、それでね、でも神回になるからね、いや、なんでもない、じゃあちょうど1時間だからこれで切ろうか、終わりますか、うん、すいません皆さん、もうあのそろそろ締めさせていただきますけど、いいよ、すいませんでした、もう無事だった、本当すいませんでした、本当に中西マンが枠開いたりヒドンナさん枠開いたり、はい、私大丈夫、うん、ありがとうございました、すいません、一回だから中西マンの枠でちょっと中西マンのリスナーと中西マンが向き合った方がいいかもね、そうっすね、うん、はい、無事でした、あ、ありがとうございました、すいません、あのひーちゃんも、はい、あの和藤さんもすいません、本当に皆さんお騒がせしました、はい、無事だったんで良かったです、すいません、本当すいません、はい、おでこ見せて、おでこ、おでこ、はい、すいません、おでこ、これでいったんでしょう、これで、そう、それ、それとハサミで、それとハサミ、おでここんなんだから、そうですね、ラストドラマみたいな、うん、すいませんでした、ほら、中西マン頑張れよって、うん、ありがとう、ありがとう、本当ありがとうございます、うん、すいません、今日本当すいませんでした、本当に、そう、ひどんなさんです、ありがとうございます、ちょっとオフモードだからチラッとだけ で、じゃあ皆さんそういうことで、ありがとうございました、お疲れ様です、お疲れ様です、失礼します、彫刻かよって、あ、満喫ありがとうね、あのお世話になったワン太郎と満喫王とエルピと解放ありがとう、お疲れ